皆さん、こんにちは。テクニカルアナイストの森口でございます。日本株速報。本日もよろしくお願いいたします。今日は3月の24日の木曜日でございます。お題はこちら。米株下落でも高値引け強い日本株ということで話をしていきたいと思います。昨日は、えー、アメリカ株が結構大きめに下げて戻ってきたので、下落懸念が非常に強かったんですが、結果としては3指数揃って上昇。2経験株が高値引けということになっております。そんな中で個別株は日本優先、トヨタ、東京エレクトロン、オリエンタルランド、ユーグレナ。この辺着させてください。で、最後の指数の売買戦略で各、えー、テクニカル分析を行って いきますぜひ最後ままでよろししくお願いしますということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを夕方5時までに上げております。毎営業日、皆さんと振り返っていくチャンネルですので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、早速、今日の終値を確認していきましょう、えー。3指数揃っての上昇です。日経平均株価0.25%、トピックス0.14%、マザーズ1.33%ということになっております。日経平均の日足というか、日中足ですね。ごめんなさい。日中の動きになっておりますが、まあ、下落スタートですね。日経平均先物の,の値とほぼ同じか、ちょっと高いぐらいから始まる で、午前中はそんなでもなかったんですが、後場ぐん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 上げてきまして、結果高値引けという形、プラス圏まで持ってきたということです。値上がり銘柄ガラスも、こっちの方がちょっと多いかなっていうぐらいですかね。今日上昇券したのは東京エレクトロン。向こうはね、ソックス指数かなり下がってたんですけどね,ね、えー、でもプラスで引けた、ほぼ高値引けということになっております。強いですね。バイバイだけ見ていきます。はい、トップ日本優先ですね。あとは商船三井川崎汽船、ね。ここにトップ手に入ってますけども、すべて大幅安というふになってますので、後ろちょっとチャートをご覧いただければと思います。で で、レーザーテックは残念ながら小幅安ですが、チャート上はそんなに悪くはないかなというふうに思いますし、ソフトバンクグループなんかも同様ですね。で、トヨタ比較的大きく上昇してるんですが、このチャートをぜひご覧いただきたいかなと思います。今日はさすがに金利が安くなったということで、金融株は下がっているということでございます。まずは見ていきましょう。まずは図、グローバルウェイ、エッグテクノロジー。この2名柄の売買代金が突出してますね。まあもうデイトレート、短期トレードと割り切って触られてるのかなという感じはしますが、うーん、こんな感じでございます。で、メルカリも小幅、安 から違う。 大幅安ぐらいの勢いがあったんですがえ、小幅高で終えたということですね。なので、まあ、マザーズの試合も決して悪くはないかなと思います。ただ、主力ところ変化、ベース、フロンテを超えたところを見ると、高安マチマチなのかなといった感じです。はい。記ドランキング見てみますと、値上がり銘柄ガの方が多いですね。で、これで見ると、これ2時35分時点なのでメルカリマイナスだったんですけども、終わり値で,ではちゃんとプラスに持ってきてますので、で、主力ところは結構こっちに入ってることが多いのかなと思うので、まあ、比較的安定した相場だったのかなというふうには見ております。では、早速。 個別株を見ていきましょうはい。まずは海運関連。日本優先から見ていきましょう。7.28%の下落。で、他の海運株ですけども、商船三井が7.75%、川崎汽船9.61%ということで大幅安になっております。日本優先だけを見るならばこのような形のチャートになっていて、1回、2回のダブルトップをつけるような形になってますね。実際の3月の8日の安値ですかね。9日の安値かな。は割り込んではいませんが、終わりにベースではちょっと安値を更新してしまっていますので、ダブルトップの懸念が非常に強いということを抑えておいてください。で今 から例えば配当狙いで買えるかって言われたらもう3月の24日ですから。 ちょっとやっぱ厳しいかなというふうには感じます。そして今日の大幅安の要因としましては、商船三井と川崎汽船と日本郵船3社が合同出資しているオーシャネットエクスプレスの決算説明会があったと思います。で、これによるとですね、決算自体は決して悪くはないんですけども、配当、株主還元等のアップデートがなかったっていうことですね。ここが投資家の期待を下回ってしまったので、大幅安ということになっております。で、実際に配当締め日も近いというところですから、少しこの先はちょっと厳しいかなと。まあそんな感じの内容をですね、 少し前の個別銘柄のとことんぶつけするマガジンでも配信しておりますので、よかったらそちらの記事も一度ご覧になってみてください。はい。トヨタ見ていきましょうか。トヨタがですね、3日促進上限8000万株の自己株式取得枠を設定ということですね。このタイミングで、まあ、そこまで多くはないのかもしれないですけどね。0.58%なんで。まあ、ただ、 自己株式取得。要は自社株買いですね。えー、これをですね、発表してきましたよということです。チャート見ていきましょう。はい。トヨタのチャートこんな感じですね。すごく強いですよね。今表示してる色壁線が25日線、75日線、200日線と。 いうことになっております。まあ、一旦25日や200日にぶつかったところで少し調整は入ったものの抜けて抜けてということで今日は75日線も抜けすべての移動平均にを超えてきたという形です。えー、加えて25日線や75日線もおそらく上向きに変わっているんじゃないかなというところですからトヨタやはり強しということです。3月8日の安値は一体何だったんだっていうぐらいね強いですよね。まあ、おそらく円安のメリットっていうのが一番考えられているのかなというふうに思いますし、それプラス株主還元の自社株買いですね。えーが加 ってて今日は上昇しいいるということでございますここが、まあ、いつまで続くか分かりませんが、日本株が強い要因の一つというふうに言えると思います。はい、続いて東京エレクトロン見ていきましょう。2.19%の上昇ということになっております。チャートはこのような形になっていて、昨日ソックス指数がかなり大きく下げていたので、今日半導体関連大きく下げるかなというふうには、えー、期待、期待じゃないな、不安があったんですけども、えー、今日そこまで下げて始まらず、結果としては要線をつけ、 ほぼ高値引けですね。高値63,100円。終わりには6万3 9 0円ですから、ほぼ高値引けといった感じです。これが今の日本株の強さと言って片付けていいんでしょうか。ちょっといささか不安ではあるものの、でも全ての領域線上向きですからね。チャート上は強いということです。あとはレーザーテックもちょっと気になるんで確認しておくとですね、こんな感じですね。昨日25日線をしっかりと超えてきたねという話をしていたんですね。でもやっぱりまあ、ソックス指数の影響から下がるかなーなんていうふうに不安視していたんですが、いやいやそんなこともなくですね。 小幅安で終わった。ね、下髭を残し、陽線ほぼ高値引きで終わってるということですから、まあこれが5番にかけてなんかこう変われていく今の日本株の流れと言えるのかなと思います。 オリエンタルランドを確認しておきたいと思います。2.43%の上昇ということで、実質上場来高値更新ということになっておりは強いですね。オリエンタルランドは特段材料が今日はなかったかと思っているんですが、おそらくこの合いの中で一番インフレ懸念が少なそうな銘柄なんでしょうね。あの、ずっとデフレ化でもずっとチケットの値上げは実行してきましたから、 インフレだろうが何だろうが多少値上げしようがお客さんはいなくならないっていうね、まあ、そういう自信を持って買える銘柄の一つがオリエンタルランドでこういった時代の時にはうーんやっぱ先行して変わりやすいっていうかね比較した時に、うん、オリエンタルランドかなみたいな感じになりやすいんでしょうねもうちょっと安定しすぎてもう特に何のコメントもいらないっていうような、まあ、そんな感じではありますがちょっと高いかなっていう気もしますけどね業績が完全に戻ったわけではないのでちょっと先行して変わりすぎかなっていう気はしますけどもやっぱ強いなというふうに思います、えー、最後ユーグレナですね 1> 1. 58%非常に大きな上昇となっております材料が1個ありまして商船三井がですね 次世代バイオ燃料を採用ということですね。ユーグレナ、僕の一番お気に入り銘柄の一つではあるんですが、ユーグレナが作っているバイオディーゼル燃料サステナを用いたトラックの運行を開始するというふうに発表して、これが材料紙ということです。そこまで業績にめちゃくちゃインパクトがあるというわけではないんですが、やっぱ確実にこのサステオっていうバイオディーゼルエネルギーっていうのがね、広がっているっていうのは非常にいいことなのかなというふうに思います。チャート見ていきます。 えー、いうぐらなのチちートとこのような形になってまして、で、一回2月の15日ぐらいまでにね、決算を経て上がっていたんですが、そこから一時失速し横ば売券という感じだったんですね。で、今日明確にそこを超えてきたので、まず一つの節目は超えたなといった感じでございます。え、加えまして、青い線というのが、これが200日線なんで、まあ、こここれから超えてくるかどうかですよね。そして200日線もほぼ横向き状態になってます。もうずっと下がってきました。 僕もずっと我慢してきたんですけど、いよいよ報われるタイミングが来るかな、みたいな感じにはなってきたかなと思います。25日、75日のゴールデンクロスはすでに起こっていまして、75日制も上向きに変わってきています。で、これが20 200日が横向きになってきたりとか、200日を超えてくると、さらにいい状況になっていくのかなというところです。業績はまだ伴っていないものの、将来性はかなりあるというふうには思っています。時価総額、そんなに、まあ、ちっちゃい会社ではないので、これから大化けをするっていうような会社ではないのかもしれない ですけども、非常に将来的には面白い会社なのかなと見ております。では指数の方テクニカル分析を行っていきたいと思います。まずは日経平均株価日足チャート一目均衡表とした RSI になっております。現状はこれを見ているのが一番いいのかなというふうに思うんですが、昨日日経平均株価が最悪好転をしまして。 で、今日はでも、日経作物の下落して始まりそうということだったから、雲の中で止まればまだいいんじゃないっていうふうに思っていたんですが、まさかの高値引け、雲の上、昨日よりも高い位置にいるということですね。え雲がしっかりとサポートをしてくれたというような印象です。まあ、とはいえ、RSI がそんなに高いわけでもなくですね、加熱感があるというわけでもないですね。トピックス見ていきます。 はい。トピックスも同様ですね。トピックスも要線をつけ、昨日よりも高い状態で終えている。雲の上、最後、工転は維持されているというような形です。ルさえも決してね。 うん、まだ加熱感があるという水準ではないのでえ、冒頭した時にはちょっと加熱感が出てくるというところだけは押さえておいてください。マザーズ見ていきましょう。マザーズもですね、溶線をつけまして、ちょっと自動つけますね。こんな感じですね。はい。雲が控えてるので、まあ、ちょっと控えめではあるかなというふうに思うし、実際雲にぶつかってみないとわかんないですが、ちゃんと RSI を50以上,以上できているのがもうご営業日ぐらい続いていますからね。そして、まあチコスパンが明らかに今超えている状態ですので、これはいい状態になます。 ななってきてきいるのかなと思いますひとまず1つ目の好転が起こっている状態でえ転換線青い線が基準線赤い線を越えたらゴールデンクロス好転2つ目の好転が起こり、まあ、ちょっと分厚いですけどね相当分厚いですけどもこの雲が株価を 雲を株価が超えていったら三役好転という,ふうになりますただ目先はですね、この高値ですね、ここの高値が784ポイント、今日は762ポイント、もうだいぶ近づいてきましたから、ここを超えれば、1回、2回のダブルボトムが完成するということです。その後は、この高値付近をネックラインとし、まあ、一旦この辺で調整入りそうですけども、雲の中まで入り、上限近づいてきたら、一旦下がってきた、このネックラインぐらいが一番狙い目なのかなと。 まあ、とはいえ、もうグロース市場に入っていきますので、えー、マザーとして見るのはもう、だいぶ、あの、 終わりは近づいてきてるんですけどね。ねその後の見方はちょっとまたいろいろ考えていかなければいけないですが、まあ、そんな感じで今は見ておいてください。では、お知らせを入れさせてください。本が発売になります。1日5分の分析から月13万円を稼ぐエクセル株投資です。4月30日発売で Amazon で予約がスタートしております。まあできれば書店で買っていただくと、著者としては嬉しい限りです。よろしくお願いいたします。そして、えー、無料オンラインセミナーにも登壇する予定がありますので、よかったらチェックしてみてください。明日、 で、えー、個別銘柄とことん分析するマガジン、アステリア。アステリアという会社ご存知ですかね。僕はブロックチェーンのベンチャー企業かなっていうふうに思っていたんですが、まあソフトウェアの会社として非常に面白い。特に今、現状は利益率が100%を超えてる。初めて見たんですけど、まあ、そういう会社なんですね。なぜだというところをちょっと分析してますので、よかったら注目しておいてください。明日配信でございます。あとはボイシーやってますんで、ボイシーもね、よかったらチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じでお会いきましょう。今日の中でも何か参加となりました。グッドマークボタン。また明日以降もね、このような形で分析を続けていきますので、明日も聞いていただける方、 ぜひ登録の方よろしくお願いいたしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら